久保さんの監督、解任の噂が出始める。ゴルデジタル派、現在チームが危機的な成績に陥っているため、監督とクラブとの関係派終焉を迎えたようだとタイトルをつけて、状況の悪化を防ぐために監督の解任を求めるサポーターもすでに存在している。彼ら派解決策を見つけられないと考えており、他のコーチに状況の解決を委ねることが最善であると考えているようだ。と現地ではすでに指揮官の解任論勃発していることを紹介していた。さすがに日の丸解任論も出始めたかな。バヤドリード戦落としたらやばい。現状今見たチームの中でラリーガで最低のサッカーしとるからなぁ。ほぼトップ下なら創造性生まれそうだけど。今乗るそれだけ走しないよな、わら。まあ今乗るの限界説も出てきているし、監督交代が一番のカンフル剤ではあるよね。いつ解任するの今乗る。